どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのは、ブリティッシュエアウェイズのマイルであるアビオスを利用した JAL の特典航空券を発券する場合、国内ですねの、座席指定の仕方っていうのを紹介していきたいと思います。まあ、これなんでわざわざ動画にしてるかというと、まあ、こちらはブリティッシュエアウェイズのホームページでも、まあ、私今月末に利用しする予定がありますので、まあ、ちょっとこちら入っていきますけども、座席指定っていうのが残念ながら項目としてないんですね。座席についてっていうボタンがあるんですけども、座席はチェックイン時にお選びいただくっていう画面が出てくるんですね。要は事前の、座席指定はできないということなんですね。まあ、こちらブリティッシュエアウェイズのホームページで、実際に乗るのは JAL の、特典航空券、 JAL の航空機となります。で、座席指定できないって結構痛いじゃない。まあ、東京から私利用するのは函館なんで、函館から東京なんで、1時間半ぐらいのフライトなんで、まあ、そんなに気にはならないんですけども、まあ、できれば窓際を押さえておきたいなっていう気持ちがあります。で、必要なのは、この予約番号。あと、便名の番号ですね。これだけは控えて、JAL のね、サイトに行きます。で、一つ注意点として、こちら JAL の国際線の予約チェック画面ですね。で、予約確認、ウェブチェックインから予約確認。で、この予約番号で検索。で、先ほどの0586です。で、搭乗日を入れて、名前。で、先ほど入れた予約番号。で、予約、詳細。をクリックすると、予約番号がヒットします。箱ですね。で、座席を指定。で、そうすると座席指定画面になります。で、これで、選択して、で、下の完了を押すと終了となります。実は、ブリティッシュエアウェイズのホームページではできないとされている座席指定が、JAL の方の国際予約画面から予約確認を入れると、座席指定が実際できるんですね。私も最初できないのかと思って、すごい焦ったんですけども、調べてみたらできるということでしたので、まあ、これで予約が、ね、座席指定がね、できるという形になります。で、一つだけ注意点なんですけども、この番号が、ごく稀に、JAL の予約確認を入れた場合の、この予約番号っていうのと、ブリティッシュエアウェイズでこの番号がたまに一致してない時があるみたいなんですよね。そういう時は、このブリティッシュエアウェイズの、予約番号をコピーして、アマデウスっていうこちらはフライトとかホテルとかの予約を管理している会社なんですけども、こちらから先ほどの予約番号を入れて、で、名前の上下入れて、いいチケットを取る。すると、この JAL の方で、ね、使える予約番号が検索できます。まあ、これもたまにあるみたいなんで、一応頭に入れといてくださいね。もし、こっちで
検索がヒットしなかったら一度こうアマデウス調べてもらって、そちらで出た予約番号でもう一度、検索するという形になります。まあそうすれば、事前にオンライン、チェックイン時にしか選べなかった座席が事前に座席指定が、ね、できるということになります。いかがだったでしょうか。まあ、このブリティッシュエアウェイズっていうのは、本当にですね、日本国内の移動っていうことをメインで考えると、一番って言っていいぐらい必要マイル数が少ないんじゃないですかね。国内、東京、函館、札幌、東京、福岡、そこら辺の移動は、大人一人4500マイルです。ですので、往復でも9000マイルで、往復はね、することができます。これを ANA マイルにすると1万5000マイル出ますので、その差6000マイルです。6000マイルって結構大きいですよね。まあ、それを、節約すると考えると、やはりこのブリティッシュエアウェイズの、アビオスというこの特典航空機ですね。とてもおすすめとなっております。じゃあどうやってこのアビオスを貯めていくかって考えると、やはり一番おすすめなのは、SPG アメックスクレジットカードですね。私が数日前にアップした SPG アメックスですね。そちら 1.25% のレートでこのブリティッシュエアウェイズね、アビオスにも交換できますので、ぜひね、一度もし利用してみたいなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ SPG アメックスクレジットカード発行してみてはいかがでしょうか。国内移動っていう意味では、ちょっと沖縄だとちょっと上がっちゃうんですけど、札幌、福岡とか、ラゲオンですね、片道車となして4500マイルで利用できますからね。とてもおすすめとなっております。まあ、今回の動画が役に立っている方はいいね。チャンネル登録ぜひお願いします。私はブログとツイッターやっておりまして、そちらもチェックしていただければなと思っております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。